はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。この動画はですね、現在今5月の半ば過ぎですけれども、発売中のこちら7月号ダイム、これの付属品というかね、入っている LED ライティングボード、こちらがツイッターで話題になっていたので、ちょっと買ってみました。これをまあちょっと開けつつ、どんなものかというところを見ていきたいというふうに思います。まずはですね、それでは中身こうですね、はい、LED ライティングボード、 USB 接続で内蔵 LED が光るということです。絵や図を簡単にトレースできる。まあだから、昔ね、フィルムで言うとライトボックスと、下に蛍光灯とか、あるいは電球を仕込んでおいて、上に乳白色のアクリルが置いてあって、まあフィルムをね、ポジとかをこう見るのに使ったもの、ライトボックスっていうのがあるんですけれども、あるいはデザインをやってる人であれば、まさにこれ、トレーシング台っていうふうに言ってたかな。テーブル上の台、光る台、その上に置いて、下から絵をこう写し描いたりといったようなもので使ってたもの、それがライティングボードとか、まあ、言われているものなんですが、そちらですね。で、今回ここにはお絵描き、撮影時のレフ板や補助ライト、プラモデルやフィギュアの台座、あるいは間接照明など使い方無限大というふうに書いてあります。で、こちらね、本品を使用する前に必ずお読みくださいということで、まあ、使い方がいろいろと書いてあります。こちら自体は 5V 1 A の、USB 駆動するというところが一つと、あと特徴が明るさ2800ルーメンと。なんか2800ルーメンとかっていうと、なんかかなり明るくて、なんか強そうな感じがするんですが、実際どのぐらいなのかというところを測ってみたいというふうに思います。はい。それではですね、まずは本品を出してみましょう。よ、こちらですね。中身入っていたのは、こちら、このサイズですね。A5 ぐらいなのかな、うん、2つ分ぐらいなので、A5 サイズぐらいの LED ライティングボード。こちらと、あと USB のケーブルと。この2つですね。では開けてみましょうか。はい。ペリペリがついてますね。よっ、はい、こんな感じ。はい、それではじゃあ接続してみましょうか。入っていた USB ケーブル、こちらを、取り付けて、でバッテリーに、接続してみましょう。はい、来ましたね。こんな感じ。うん、ものとして見ると、そうですね、今ね、ここ撮影環境なので、ちょっと実際には撮影するときには電気消して、こちらだけでやってみてよというふうに思ってます。見た感じとっても青いかな。はい、それでは、光の強さと、あと光の質ですね、本当に撮影に適しているのかっていうところが気になるところでもありますので、それを計測したいというふうに思います。では環境光、今撮影しているこの光を全部消します。真っ暗になっちゃいますが、すみません。はい、かなりアンダーですね。今環境光っていうかね、今撮影しているこの現場自体がタングステンライト、いわゆる黄色っぽい電球にしているので、より多分青く映ってるんじゃないのかなというふうには思います。こうですね、はい、下からやるとね、変なライティングになっちゃいますんで、こうしますかね。かなり青く映ってると思います。それではまず最初に、ここにですね、はい、露出計を用意したので、ちょっとこちらで測ってみようと思います。とりあえず15分の1秒で測ってみましょうか。感度は100、30センチぐらい離れたところで撮ってみようかな。こんな感じでね。はい、いきます。うん、 F2.8、
見える？あ、これなら分かる。ISO115 分の1秒で F2.8 ですね、ほぼ。そんなに明るい感じではないかな。はい、では、もう一つ気になっていたのは、こちら。はい。同じくセコニックの C800 スペクトルマスター。これで、光のね、質。これを測ってみたいと思います。はい。それでは、同じように30センチぐらいでいいか。はい、いきます。はい。測れました。見えるかな？見えるかな？はい。ですね、そう。うん。これは結構困った感じだな。16420Kで、CC が 4.6G なので、結構、マゼンタ寄りの光ってことですね。で、はい、RA が 78.2 なので、このあたりちょっと見ていただくとわかるんですが、赤い色の光がほぼない状態となっているので、これを使って撮影するのは、ちょっとと厳しいかなと思います。なぜ厳しいかっていうと、先ほどあったようにね、ここ RA って ありましたよね。で、この RA 自体は、色の鮮やかさを示している数値です。太陽を100としてますので、およそ LED ライトで綺麗に撮れるよって言われているのだと、まあ、RA90 以上、まあ、できれば92、95ぐらいは欲しいかなっていうところなので、まあ、78っていうと相当、色がしょぼい感じ。かつ、赤い色がほぼない青ばっかのライトなので、これを使って、書いてあったように、プラモデルの撮影とかするのはちょっと厳しいかな。と思います。はい。まあ、どちらにしても、まあ、やってみましょうか。はい。はい。それでは、準備いたしました。赤の出がきっと悪いだろうな、というふうに思ったので、まあ、とりあえずね、いつものゴックと、あと、ジムを用意しておきました。あと、これね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、カラーチェッカーっていう、色をね、チェックするものです。まずは、で、今回は、ミラーレスで撮らずに、iPhone でやってみようと思います。はい。あと、以前、こちらの GOC の撮影動画ね、こちらでも紹介しましたけれども、まあ、レフ代わりに、こんな感じのね、これは2つ折りにしてある、単なるコピー用紙です。これをレフとして使ってみましょう。それではですね、まずはカラーチェッカーを取っておいてみましょうか。はい。はい。では、まあ、ちょっとね、光が弱いですけれども、これでやってみたいと思います。ライトルーム使って、ロー撮影しておきましょうかね。はい。それでは、ホワイトバランスをオート。いきます。じゃあ、それでは、まずは、ゴックからね。まあ、ポーズがね、特に考えてないですけれど。ちょっと、影を多めにした感じのね、サイド光で、ちょっと撮ってみましょうか。使うのは、ワイド。ワイドの状態だと、まあ、それじゃあ、この話にならないので、あ、これウルトラワイドだ。ウルトラワイドだと、こう？これが標準ですね。で、テレが、こう。まあ、ちょっとね、今回ね、ポージングとかそういうのはちょっとなしにして。では次に赤い被写体ということで
チームね。で、行きましょう。回した感じ。それでは現像処理してみたいと思います。はい、ということでデスクトップに持ってきました。残念ながら iPhone の Lightroom から DNG ファイル、いわゆるローデータのファイルですね、そちらを、共有で Mac の方に持ってくることがちょっとできなかったので、なので 16bit TIFF にまあ、とりあえずそのまま現像して持ってきたのが今こちらに出ている状態です。はい、さすがにねオートホワイトバランスにはしたんですけれど、かなり青い色ですね。はい、まあ、一応ね 16bit TIFF なので、まあそこそこ色の調子は整えられるかなとは思いますので、これでいってみようと思います。で、今回ね、ガンプラのとの距離なんですけど、まあ、およそ30センチぐらいで、先ほど露出計で測った通り、まあ、結構暗いと。で、ここの ISO スピードと露出時間のところを見ていただくとお分かりかとは思うんですけれども、まあ、暗いという判断をアプリ側の方ではしているので、まあ、若干 ISO が上がっていること、そして露出時間もそれ に伴ってってわけではないですが、まあ、結構遅いですね。17分の1秒とか、まあ、最速でも40分の1秒とかだったので、まあ、これを使って撮影するってことになった場合には、かなり、手ぶれにね、注意しないと厳しいかなっていうのがまずの感想ですね。あとそれと、結構背景まで距離があったので、黒く落ちてくれるかなと思ったんですが、意外や意外後ろの背景のところまで光が回っているようなので、拡散力、光のねこうが拡散するその力は結構強いのかなっていうのは、まあ、正直思いました。はい、では現像も何もないのでとりあえずこのまま開けて、見てみましょう。まずはですねカラーチャート、こちらですね。はい。これでちょっと、一旦、絵を見てみたいと思います。はい。ということで、いくつか撮った中で、まずはカラーチャートから行ってみましょう。とりあえずね、少しオーバーに撮れちゃってるかな。まあ、iPhone のね、カメラなので、全体的にちょっと暗い、プラスチックのね、部分が黒の部分が多いので、まあ、ちょっと明るくなっちゃったかなっていうのはあるんですけれども、まあ、どこまでできるか、まあ、やってみましょう。カメラローフィルター出してみましょう。ちょっと基本情報を少し暗めにしといて、でどうやホワイトバランス、あっそう、じゃあこれならいいな。うん。今、一応画面で見てる限りでは、綺麗な色が取れたと思いますので、なので、これを基準にちょっと他のやつも、行ってみたいというふうに思います。はい。では、5区から、同様に、カメラローフィルターを開いて、で、以前の設定を適用と。はい。こうですね。としか言いようがないかな。少しね、背景の処理がね、まさかこんなに、光が、背景に回ると思わなかったので、これ本格的にもしも使うんだとしたら、サイド光とかにした時に、後ろにね、光が回らないように、ちょっとカットしてあげるというようなことは必要かもしれないですね。はい、次、ジム。
もうこれも同じようにカメラローフィルターをちょっと開いて、適用、ですね、ここに、ここにね、ジムいるんですけれども、まあ、今ね、この状態で撮っても、この色がどうのこうのっていうのは比べようがないですが、私の感覚からすると、赤が弱いって感じがします。はい。もちろんね、カラーチャートで見てる段階で、あの赤の部分、こちらですね、ここを見ても、ちょっと朱色っぽい、カラーチャートの色、本来の色は出てないって感じがしますので、やっぱり青がかなり強いですね。はい。まあ、多分これを、そうだな、色相サイドでいけるかどうかはちょっと厳しいけれど、ちょっとレッド系をグッと、ちょっとね、皆様のモニターというかね、あの映像を編集したってこう通して出しているので、どういうふうに映るかわからないですが、雰囲気とすると、このぐらいにはなってほしいかなって感じがします。はい。正直なところね。同様に、まあ、イエロー系も、少し落ち着かせないとダメですし、このぐらいにしたらまあなんとか、でもこの辺りの色がなんかおかしくなっちゃってる感じがしますね。はい。はい、ということで、こちらダイムの付属であった LED パネルなんですけれども、まあこちらを使ってちょっとホビシャーするのはちょっと厳しいかな、というのが結論でございます。で、取り扱いといいますかね、あの説明書というか案内の中に、レフで使ってもみたいなことを言ってたんですけれども。こちら相当あの計測した通り、色温度が16000というちょっと桁が違う、青い光ということがあったので、混ぜるな危険になってしまいますので、この LED パネルを2枚3枚例えば使ってやるというのであれば、まあある程度光の統一感が出るんですけれども、例えばストロボと一緒にするとか、そういったことはやめた方がいいと思います。はい、正直なところ。ということで、こちらのパネルを使って、撮影してみたというのをお届けいたしました。まあ、出来は、まあ、こんなもんなのかなっていうところ、iPhone ですしね。というところでお許しください。本格的に撮ってみるかどうかは、この動画の反応を見て決めたいと思います。はい。ということで、以上です。面白かったなと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。